チャールズ・バークラは、イギリスの物理学者である。特製 X 線の発見の功績により、1917年に、ノーベル物理学賞を受賞した。チェシャー州イドネスに生まれ、リバプール大学、ケンブリッジ大学キングスカレッジで学んだ。1909年に、ロンドン大学のキングスカレッジロンドンの物理学の教授となった。1913年には、 エディンバラ大学の自然科学の教授になり、修正そこの教授であった。1909年に CA サドラーと元素に電子線を当てると元素に固有な波長を持つ特性 X 線が発生することを発見した。発見当時は特性 X 線の物理的意義は必ずしも明確でなかったが、1913年ヘンリー・モーズリーによって 特製 X 線の波長と原子の原子番号の関係が明らかにされた。モーズリーは第一次世界大戦で戦死したため、ノーベル賞の受賞を逃したが、バークラは1917年に受賞した。1912年に王立協会フェローに選出、同協会から1916年ベーカリアンメダル、1917年ヒューズメダル受賞。 スコットランドのエディンバラで没した。ありがとうございます。